さあ、ということで皆さんお待たせいたしました。トスカディストロですから、ね、ボリューム80お集まりいただきありがとうございます。 TME スタッフバンドです。早速一曲聴いていただきたいと思います。富岡大輝のカバーでゴーマミー始まりの歌。
タッフバンドです。今日はよろしくお願いします。さあ、というわけで1曲目は皆さんちょっとまばらに広がっているんで、ちょっと一歩キュッと前に出てきてもらってもいいですか。黄色い線は踏まないようにご注意ください。何のアナウンスなんだ。黄色い線は踏まないようにご注意ください。お願いします。でですね、今1曲目早速 Go My Way 始まりの歌、富岡大樹の歌聴いていただきました。富岡大樹くんはですね、2015年の末ですかね、大感謝祭で入っていただいて、でこれ1曲目ファーストシングルとして弊社から出した時のシングルの1枚目の楽曲でしたね。なんかね、噛めば噛むほどこの曲すごいいい曲で、僕最初の時に聴いた時よりも今の方が好きなんですよね。結構この曲すげーみたいな曲って意外と最初すっげー好きなんですけど、まあ、その後もずっと好きなんですけど、好きな波がちょっと落ちていくことってあるんですけど、この曲今が一番好きで、僕は彼が歌ってるのもやっぱり今が一番好きだなって思うような楽曲なので、本当に素敵な楽曲をこうやってカバーさせてもらえて嬉しいなと思ってますよ、富岡くん。千枚挑戦もやってますから、ぜひ皆さんよかったら彼の力貸してあげてください。ぜひよろしくお願いいたします。さあ、そんなこんなでもうサクサク2曲目いきますけれども、ね、今日諸事情でですね、本当に大人の事情でですね、2人分しかちょっと演奏ができないという事態がありまして僕の大好きな森下くんの曲がちょっと演奏できないんだね、今日ね、森ね相当の事情でオケが準備できた事態がありましたので、まあ、ちょっとここから2曲、カホの曲楽曲を聴いていただこうと思います。続いてはですね、ちょっとバラードを皆さんに聴いていただきたいと思います。カホの曲で帰ろうという曲があります。コツカツーというアルバムと、あとコンセプトミニアルバムで出している CD なんですけれども、まあ、そこに収録されている曲、前岡のね、真横わかります、皆さん。横浜市営地下鉄で一駅真横行き、何の歌なんでしょうね、これね。僕もよくわかりませんけど、ね、真横のカテコハムさんというところの、はい、楽曲でございます。実はあの横にある、農園さんとかが、実は僕の中学の同級生がやってるあの農園だったりして、まあね、カテコハムの近くにあるゲリアマ中学っていうところのちょっと出身がございまして、僕はなので、すごいこういうところでもね、過去と一緒に仕事できることはすごい嬉しいなと、アーティストと一緒に仕事できるのが嬉しいなと思いながらこの楽曲も聴いておりました。それでは聴いていただきましょう。なんか言うことある？ないそうなんだ。それでは聴いてください。過去で帰る。
ストロフェスカフェボリューム85万たくさんの方にお集まりいただいて本当に嬉しく思っています。もちろんね、ご目当てはカオちゃん、富岡大輝、森下くれたらと思いますね。我々はおつまみ程度に思っていただければと思うんですが、まあ、本当にね、80回やってこれたんだなというふうに感じることがすごい多いです。丸7年このイベントやってきたんですけれども、そうですね、本当に最初ね、みんな言ってましたけれども、本当に少ない椅子、ベンチを8個出してるのに2人ぐらいしか椅子に座ってなくてみたいな頃からボリューム1、2ぐらい始まりまして、その頃は僕のやってたユニットとカホと2組しかいなかったんで、交互に4ステージずつ計8ステージみたいな過酷ライブしました、物販しました、ライブしました、物販しました、繰り返しだったんですよそう考えるとね、よくやったなと思ってね、あの頃は何も疑問も思わずね、カホもね、やってたよね、あれねライブやって、物販やってね、ずっと繰り返しだったもんね、まあ、でもそういうのね、だんだん仲間も増えてきて、こういう形でたくさんの方に見守られていくイベントになったこと、本当に心よく嬉しく思っておりますし、そのためにね、頑張ってくれたアーティストたちに僕自身もすごい感謝の気持ちでいっぱいでございます。本当にありがとうね、ありがとうね、あんまり伝わってないけどねまあでもね、本当に80回、まあ、本当は79で終わる予定だったんですけど、やっぱりちょっと切りよくねえなっていうのと、戸塚規制が来年80周年なんですよ、80周年で、やっぱりこう末広がりのね、8になってほしいなという意味も込めて、80回で綺麗に終わりましょうということで、もう1回だけやっぱり戸塚でね、フェスカフェやりたいということで、この1回企画させていただきました。本当にたくさん集まっていただいてありがとうございます。そしてこれからもね、アーティストたち活動頑張っていくと思うので、ぜひ皆さんの力で支えてやってもらって、さらに上を押し上げていただければと思っておりますので、どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。そんなこんなで最後にお送りする曲はですね、このトスカで活動させていただいて、カオちゃんの方ですね、テーマソングプロジェクトという活動をしておりまして、本当に40曲以上彼女のね、素晴らしいセンスで作詞作曲してもらって、素晴らしい楽曲がたくさんトスカにね、生まれて、本当に音楽を手段に街を盛り上げるっていうのを具体的に実現化できた部分の一つであるというふうに私は感じておりました。まあ、そのテーマソングプロジェクトをね、カホがやってきてくれた中の、一番走りになった楽曲がありまして、それがですね、東口にある小さなパン屋さん、プチラパンというパン屋さんがありまして、そこの歌があります。この曲をね、縁にして繋がった方も多いんじゃないかなと僕すごい思っておりまして、パン屋さん、プチラパンさんでカホちゃんの楽曲聴いて、カホちゃんって誰なんだろうって来てくれた人もいるし、カホをもともと応援してくださってて、そのプチラパンという歌を知ってプチラパンに行ってパンを買ってくれた人もいるだろうし、まあ、でもそうやって繋がりがどん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 広がっていくっていう、相互に摩擦し合いながらやっぱり上がっていくというのが非常に僕にとっては大切だと思って、まあ、それをね、その活動ができた一番最初になった走りになった曲をここで最後に吹いて、はい、僕自身はフェスカフェに終止符を打ちたいと、ゴールドステージがあるわ、終止スタッフバンドとしてはね、29日もありますけど、はい、ここでは終わりにしたいなと思います。それでは最後に聴いていただきましょう、カホの曲、楽曲でこちらパンの歌、聴いてください。
かくいきますので、最後まで楽しんでいってください。ありがとうございました。こっそり CD 置いてあるらしいんで、よければ。